俺ね、今ね、ええとこまで来てますわ。そしたらね、次のね、楽しい行動が見えてきてね、こんな気持ちになったのは初めてです。例えば、デレの姉ちゃん、父も見惚れてさっき言ったけどね、そういうことも含めて、ちょっと難しく言えば。だからね、継続は力なり。だから、言い方変えれば、継続は力なりと、新たな発見がありますわ。だから俺、これやることを決めました。ほいでね、昔ね、ナンバー行った時にね、やっぱノーっていう楽しい雰囲気になってね、こんな気持ち始めてって時もあったけども、今回は多分実現しますわ。なぜか言うとね、皆さんにも教えよう。で、教えてもできない。例えばね、広告コムのいろいろ書いてあるやつを無料レポートにしてもいいし、ノートで売ってもいいし、それで電子書籍も売ってもいいし、日記のブログに出してもいいし、70個くらいなんですよ。だからここまで20年かかってます。で、最近ね、1年3ヶ月ぐらいから夢ばっか見出して大吉の夢、もう200個くらい見てます。2、300個。だから、とうとうその時が本当に来たな。大体こういうこと言うのを、デレの姉ちゃん5人呼んでね、頭に姉ちゃん連れて行って、本当実現しますわ。ほいで IT 企業作ってね、会社作ってね、3000万ぐらい貯まったら、生活保護おさらばで行きますわ。一回切ります。ファイルがどうのこうので、いつもこれだから。